ということで、9月に入りまして高尾さんの現在の成績なんですけど、打率4割4分8厘でホームラン118本で打点がねこれ5ってなっちゃってるんですけど、正確にはね261ですね。多分256がカンストなのかな。うん、なので表示がねあの5っていう風にねなっちゃってるんですけどこれ256までしか用意してないっていうのもなんかね、いや別にそこ上限いらねえだろって感じしちゃうんだけど、はい、一応こんな感じになってます。で、ヒットのね数が256本に今なっていて、あのイチロー選手が2004年に達成した262本のねシーズン最短打記録まであと6本というところになってきたので、おそらく次のカード、まあ、次あのマイアミマーリンズとの3連戦なんですけど、そこで達成できるんじゃないかなと思ったので、このタイミングで動画ねやっていこうかなと思います。いやにしてもちょっと打点最初5って見た時、うわ出たまたバグり上がったって思ったんですけど多分カンストってことでこういう表示になってるんじゃないかと思いますね。よし、じゃあやっていきましょう。さあやっていきますか。あ、ここの打点の表記はちゃんと261になってるね。うんさっきのあの高尾さんの選手能力とか確認するところだけちょっとやっぱああいう風に表示が変になってんだな。よし、これはいくでしょう。ツーベース、うん、いける。よし、早速ねもう初球から積極的にいってタイムリーツーベースになったね。よしよしよし、2打席目、ランナーはいないか。この打席はお、いいんじゃないか。また初球から積極的にいったけど、うん、これはいったな。よし、これが119号目。機関車もしっかり動いてるね。よし、いやーないバッチリ高尾さん今何出したちょっとだけ今吐いたでしょ高尾さんよし、3打席目。ピッチャーはまだ変わってないね。5対0だけどまだ変えないのか。今のボール球か、あれは手出さなくてもよかったな。よし、さすがに今の高いもんね、まあ、たまにああいうのも振りそうになっちゃうけどね。よし、あーでもこれは球足長いからレフトフライか。ちょっと芯に当たってなかったしね。よし、4打席目だな。ここはショータイム使っちゃおう。ボール、おー際どい。あれは本当ストライクって言われる可能性もあるもんね。よし、ワンストライクツーボール。ここはバッティングカウントなので、よし行くでしょこれは。うん、よっしゃー、この試合2本目、そして120号に乗せるホームラン。いやーナイスバッティング高尾さん。これでさらに点差も広げてね。うん、まあ、7対0になればもうよっぽどなことが起こらなかったら勝てるでしょうこのゲーム。どれぐらい飛んだんだろうな、ちょっと見てなかったけど、うん、まあでもそこまで大きな当たりではないもんね。ホームランにはなったけど。よし、しっかり勝ったね。さあ2試合目ですね。これおそらく今259本打ってる状態だと思うので、あと3本打ったらシーズンの最短打記録に並ぶかな。
どうだ、あー、これはちょっと勢いないもんな。あれなんだよな、カウントダウンとか最短打まであと何本みたいな、そういうの特に出ないもんだね。なんか出ても良さそうだけど、一応ピッチャーの、そうだ、球種確認してなかったな。フォーシームカーブ、チェンジアップ、ツーシームか。あー、完全引っ掛けた。ちょっと邪魔だ邪魔だ。よしちょっとだけ走塁妨害されてなかった今高尾さん避けてたもんね。よし、でもまあこのね、ゲッツー崩れの間にとりあえず1点取れたね。ちょっと今のシーン見てみたいね。ピッチャーが取ったんだけど勢いがね結構あったんでまあまあまあ避けなくてもまあ良かったけども、でも高尾さんからしたらそうだよなちょっとやっぱずれたいよな。危ねえもんなこれ。いやピッチャー全然見てねえじゃんいやいやいや、え、これなんかぶつかってる。ちょっと待ってね、なんかいい角度が、あ、もうちょっと重なってますね若干だけど、手のところ。うん。手がめり込んでんね、高尾さんの腕に。高尾さん、なんも表情変えねえな。でも、この時のぶつかりそうな時の表情は、あ、でも見えねえな。これ以上下いけないんだよな。ちょっとだけやめろ的な表情してるね。いや、でも、ここだろ、今、大事なの。いや、見てるとこ違うから、高尾さん。よし。3打席目だけど、まだヒット打ててないからね、打ちたいね、ここは。スタッツで、見れないかな。あ、ここで見れそうだね。あ、やっぱそうだね。今、259なので、あと3本打ったら、並ぶね。うん。タイミングも今早いよな、だいぶ。おお、危ね。よしよしよし。よく止めたな、高尾さん。これでフルカウントだな。うわー、なんだ、ダメだな。タイミング合ってないな。よし、ピッチャー変わったから、ここは、まあ、7回だからショータイム使っちゃうか。まだ使ってなかったもんね。よし、一発で仕留めた。いや、今めちゃめちゃ甘いコースだったからね、もうど真ん中だったもんね。よし、これが今シーズン260本目のヒットになるホームランだね。よし、あと2本。いや、ついに来たね。あの、日本の、あの、レジェンド、世界のイチロー選手が打ち立てたシーズン最短打記録にもうすぐ近づくのか。いやー、恐れ多いけどな。こんな高尾さんが、ね。そんなイチロー選手の記録にね、追いつく時が来るなんて。いや、にしてもまだなんか出ないな、記録に関して。あー、ちくしょう、今のは全然ボール球だけど振っちゃったな。おー、あれ取るか。ストライクゾーンかすってはいたけどね。うーん、打ち上げちゃったか。いや、なんかちょっとこの打席は簡単に終わっちゃったな。よし、3試合目。三冠王のことはなんかいつも言ってんだけど、シーズン最短打のこと一切言ってくれないな。ちょっと初球から積極的にいったけど、あー、少し詰まってたか。よし、2打席目。そうだ、
ピッチャーの球種見てなかったね。フォーシームシンカースライダーチェンジアップカーブか。いやーいかんな、なんかあの球に手出しちゃってんな。あーこれは詰まったな。さあ3打席目だね。もう7回だからショータイム使っちゃうかこれ。よし、うん、これはボールだな。そうだショータイムだ。よし、ワンストライクツーボール。あーそろそろ甘い球来てほしいな。やべ、あーちくしょう、打ち急いだな今な。おーでも回ってきた。よし、ここはチャンスだからな。いったでしょこれ。やったー、よしこれで記録まであと1本に並んだね。よしナイスバッティング。おーなんかかっけー今の、モニターに映ってたのなんかまた違うな今の、なんかまた違うなんか演出あったね。ダグアウトのベンチのところで、え、回ってきたか。うわアストロズ追いついてきたな。いやこれはちょっとワンチャン逆転サヨナラまであるぞ。やべ、くー、打ちたい欲が先行してしまって全然ミートできてない。うーんこれはファールだな。当たり的には悪くなかったけどね。いやもうここは長打狙っていこう。球種改めてだな。フォーシームチェンジアップスライダーツーシームか。うん、あーくーちくしょう、最後打ち損じたな。ってことは261本か。うん、まあ記録更新は次回ですね。あーそうそうそう、一応チャレンジもね、3試合で盗塁3つするっていうやつやってたんですけど、まあ、それのチャレンジ失敗っていうね。ここで攻めて並びたかったけどね。はい、ということで、まあ、この辺にしときましょう。ご視聴ありがとうございました。